ございます。こんにちは。こんばんは。アークです。よろしくお願いしまーす。いや、やってまいりました。この企画。ジャグラー1ヶ月生活っていうかね、まあ、前回ね、もう全くのド素人がジャグラー1ヶ月やり続けたらどうなるのかっていうのでね、結果的には1ヶ月でプラス3万円だったんですけど、なんと、今回、実は、やってました。いや、今回はね、期間が5月1日から始めて、で、5月31日の31日間をね、もう、打ち続けましたね。まあ、すごいね、なんか運命感じるお店がありましてね、チャンネル名、アークですっていう名前でやってるんですけど、その1ヶ月ね、やりに行った場所もね、アークっていう奇跡的な出会い。そんなことある?アークがアークで打つっていう、しょうもない現象で1ヶ月やらせてもらいました。まあ、ジャグラーってなんか種類いっぱいあるじゃないですか。もうこの1ヶ月、マイジャグラー4ですね。もうマイジャグ4だけを1ヶ月間毎日打ち続けました。その結果がこちらでございます。はいはいはい、これ画像今出てると思うんですけども。いや、すごいね。これ上のね、黄緑っぽい文字が収入で、下のね、赤字が使ったお金なんですけどね。この企画、初めて初日ですよ。初日2000円突っ込んだだけで3万8000になるって、いや、どんな調子ええねんと思いましてね。その週、見てもらったらわかるんですけど、5月の4日、僕たまたまお休みで、早めから家に行ったんですよ。9000円、ああ、もうやばいって使った時からもう爆跳ねですね。9000円で5万7000円って僕、思ってもう死ぬんちゃうかなと思って、すごい、もうこれ数字だけで見ると1日目から15日ぐらいまではすごい調子良くて、で15日以降がもう全然もう勝てなくなってね、逆にちょっともう中毒なってんのかなと思って怖くなって、もう負けてるからなんか必死に取り返そうと思ってお金バンバン入れていっちゃうんですよ。だったら見ても1万5千負けて、その時1万3千負けて、で次の日は1000円で1万5千当たって、これ何が怖いって、本当に仕事終わりのほんま1時間ぐらいしかないんですよ。時間がもう10時45分ぐらいまでなんでね、もう1時間ないぐらい、もう終わって瞬間走ってバーイって、とりあえずもうバーって打って、速攻打って、その1時間ぐらいで5000円とかすぐなくなるんね。これ恐ろしいよ。でね、今日今撮影してんの6月1日で、で昨日ですよ、もう最終日、どうにかプラスしてね終えたかったんですけど、最終日しかも休みだったんですよ、たまたま。あ、もうこれはもう朝からちょっと頑張ろうと思ってプラス作って、有終の美じゃないけど1ヶ月終えたってやりたかったんですけど、あ、飲まれ飲まれね、2万4000飲まれてるんですよ。いやーでもスロット怖い、素人ですよ、未だに。やっぱり素人にちょっと毛が生えたぐらいで、普通に未だに目押しミスりますからね、僕。それぐらい下手くそな僕がまた1ヶ月やったんです。その1ヶ月の結果見したいと思います。収入がこちら。はい、出てますね、収入支出って。収入が324,500円、支出が252,000円。まあお金はね、使って増えて使って増えてやから、すごいなんか、お前1ヶ月でどんなお金使ってんねんって思われるかもしれないんですけど、投資した分返ってリターンでそれで増やしてってるんで、別に実際僕がそんなお金を払ってる、まあ払ってんだよな、うん、プラスした分払ってるだけなんで、別にそんなね、アホやろって言われる筋合いないんでね。まあそんなんどうでもいいか。まあ収入が324,500円、支出が252,000円でした、結果として。うん、もう見てわかるよね、プラス1ヶ月で72,500円。いや、1ヶ月で72,500円ですよ。一番始めた時が3万だったんで、もうだいたい 2.5 倍ぐらい今回買ったんですよ。こっからが、もうむしろこっからが本題なんですけどね。結構ね、なんでそんな勝てるのって言われるんですけど、なんで勝ったか、ちょっと秘訣をね、ちょっと皆さんに、もうこれはもう心理戦かもしれへんけど、もう信じるか信じないかは、もう見てくださった方がね、勝手に決めてもらったらいいですし、僕はこれで実際こうやって実績を出してるんでね、よかったら真似してもらってもいいですよ。はい、なんで買ったかっていうとね、その僕結構好きなんですよ、風水とか占いとか。2つぐらい実践してて、手相ってあるじゃないですか、手相。ここの小指の下らへんに縦に線入ってる人は、その金運がいい、なんかお金持ちになれるみたいな
をね、風の噂で聞いたんですよ。まあ何したかっていうと、自分でカッターでピャーってやりましたよね。ほんまにね、線作ったらこんな感じです。わかるかな、なんか微妙な感じかな、なんかちょっと傷あるでしょう。これをね、自分でカッターでプスって線入れたりました。あともう一つ、これはね、結構やってる方もいると思うんですけど、皆さん湘南の風って知ってます？もう有名だと思うんですけど、湘南の風のショックアイさん、あの人がもう多分すごいパワーを持ってるらしいんですよ。もう出会ったらすごい幸せになれるじゃないですけど、もう歩くパワースポットって言われるぐらいのその気の持ち主なんです。で、なんかツイッターかなんかでなんか結構みんなやってるやってるみたいな流行ってて、で、なんと僕もね、見てください、スマホの待ち受け、これにして1ヶ月間ずっと売ってたんですよ。この手相を自分で入れるのと、もうショックアイさんの待ち受けで、なんとジャグラー1ヶ月やったら72,500円勝てますよ。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルが面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。あ、俺もショックアイさんの待ち受けやってみようかなと思った方も、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ということで、アークでした。初日にこのショックアイさんの画像にしてすぐ売ったんですよ。それで2000円で何万とかなったら、それはもうやっぱ信じるよね。みんなでやったらジャグラー勝てるよ。